本日は Apple から発売された新しい iPad Pro 12.9 インチをご紹介します。この iPad 頭脳に Mac と同じ M1 シリコンチップを搭載したすごいやつなんです。今回は iPad Pro を試す機会をいただきましたので、 Apple Pencil とマジックキーボードも一緒に見ていこうと思います。皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はですね、初代 iPad から使う、iPad ファンでして、今はね、初代 iPad Pro を Apple Pencil とともに使っております。で、先日発売開始されました新しい iPad Pro ね、果たしてどんな仕上がりになっているのかチェックしていこうと思います。今回の iPad Pro のアップデートでは次の点がね、主にアップデートされています。 M1 チップ搭載、ストレージが最大 2TB、 メモリー最大 16GB、 サンダーボルト搭載、 5G 対応、リキッドレティナ XDR ディスプレイ搭載。今回の目玉はですね、 M1 シリコンチップを搭載したことということだと思います。で、このチップは先日発売開始されました iMac、 そしてMacBook Air、MacBook Pro、そして Mac Mini にも搭載されている非常にね、省電力かつパワーのあるチップですね。そしてですね、iPad の前のモデルと比較して CPU 性能は約5割、GPU 性能は約4割向上していて、初代 iPad と比較すると CPU 性能はですね、75倍、で GPU 性能に至っては約1500倍高性能というとんでもないパワーアップを果たしております。そしてこのチップの力をね、遺憾なく発揮できるように 128GB、 256GB、 そして 512GB のストレージ搭載モデルは 8GB のメインメモリー、 1TB と 2TB のストレージ搭載モデルはなんとですね、 16GB ものメインメモリーが搭載されているということですね。いや、すごいことですね。で、うちにも M1 チップ搭載の MacBook Air があるんですけど、これはね、売ってるのをすぐ買ってきちゃったやつなので、それはね、8GB のメインメモリなので、今回お借りしてるのはそれよりもメモリが乗っているというすごいことですね。 12.9 インチモデルはですね、ディスプレイにリキッドレティナ XDR ディスプレイを採用しています。で、一言で言うとめちゃくちゃ綺麗なディスプレイということじゃないでしょうか。で、バックライトに約1万個ものミニ LED を採用することで、色表現が豊かになったり、それから高いコントラスト、そして輝度をね、実現しているということですね。僕は初代 iPad Pro の 12.9 インチモデルを使っているのですが、ちょっと比較してみましょう。で、この当時の iPad Pro はベゼルの幅もね、結構ありますので、同じ画面サイズとはいえ、全体としての大きさはね、かなり違って見えますよね。で、そして色表現ですね。これはね、もう黒が違います。圧倒的に黒として見えるということじゃないでしょうか。もう時代の進歩を感じます。外部インターフェースは USB Type-C というのは前のモデルと同じなんですけども、新たにサンダーボルト3対応になりました。で、これにより 6K ディスプレイとかね、 SSD などの各種高速ストレージにも対応可能ということですね。で、今回はカメラもアップデートされています。背面には F1.8 1200万画素広角と F2.4 1000万画素の2つのカメラで、前面には F2.4 1200万画素の超広角カメラを搭載しています。で、フェイスタイムビデオ利用時はセンターフレーム機能というね、面白い機能が利用可能になっています。で、こちらは被写体がね、移動すると、自動で追っかけていってカメラの枠内に収めてくれると、そんなようなね、機能ですね。さて、 iPad でね、できることといったら皆さんはね、何を思い浮かべますか？ YouTube 見たり、動画配信サイトでね、映画鑑賞したり、それから雑誌見たり、漫画見たり、ウェブサイト見たりということかなというふうに思います。で、iPad は今まではね、どちらかというと、コンテンツをね、消費するためのガジェットと見ている人も多かったんじゃないでしょうか。僕もそういうふうに見ている節がありました。で、それがですね、ペンがついたプロモデルが発売されるようになって、そしてとうとうね、頭脳である CPU も Mac と同じものを採用してきているということは、消費する側からコンテンツをね、クリエイトするものに変わってきているというふうに見ることもできるんじゃないでしょうか。
で、Apple Pencil の登場により iPad でのクリエイト活動の生産性は格段にねアップしていると思います。デザインするとき PDF でねデータをやり取りして構成したりとかですね、それから絵を描いたり、でこのペンがねまた便利なんですよ。僕もね仕事でデザインの指示出しなんかをするんですけど、 iPad Pro でね手書きでラフ図を書いておいて、まあこれでお願いっていうことをやったりとかしてます。 Apple Pencil の2世代目は書いている状態からねペンをダブルタップすることで消しゴムモードに変更になります。これがね非常に便利です。Apple Pencil のね初代ではまあできなかったことですね。それからペンの形状も変更されていて、まあ、一部ね角張ったことで非常に握りやすくなっています。でまた充電方法は初代 iPad Pro は、まあ、結構ねひどい感じだったんですけど、2世代目からはね iPad につけるだけで充電可能になりました。 iOS のバージョンアップによりマウスもね接続できるようになりましたので、キーボードとマウスをつなぐことでラップトップマシンと、まあ、同様の入力方法ができるようになってきております。また iPad は接続端子が iPhone にも使われているライトニング端子から、まあ、最近の iPad ではですね USB Type-C にも変わり、今回のアップデートで Thunderbolt 3対応になりました。でこの変更によって、まあ、様々な、ね、デバイスをつなげられるようになりました。例えば外部ディスプレイ、 SSD などの外付けストレージ、マイク、そして、まあ、電子楽器などですね。でこういったデバイスで拡張することでできることがどんどん増えていってますよね。さてノートパソコンに近くなったということでマジックキーボードもねチェックしてみましょう。でこちらはねかなりがっしりとしたしっかりした作りになっていると思います。キーボードとトラックパッドから構成されています。で iPad はね磁石でつくような感じです。でまたヒンジ部分に USB Type-C のコネクタも装備されていますので、 USB Type-C で拡張したい場合もね電源用とはもう一つ別にありますので、 USB ハブなどを接続することで拡張ができるということですね。でヒンジ部分は、まあ、可動範囲はね結構限定されてはいるんですけども、まあ、ラップトップ PC、まあ、ノート PC みたいな感じで活用する場合はあんまりね問題にはならないかなと思います。なんですけども、まあ、キーボードを使用していて、まあ、このままね Apple Pencil 使いたいよっていう場合は若干ちょっと使いにくかったですね。あのマジックキーボードをつけたままだとちょっとね書きにくかったです。キーボードとして見たときは打鍵感はねなかなかいいんじゃないかな、頑張ってるんじゃないかなと思いますね。あの画面サイズが 12.9 インチありますので、まあ、このサイズに合わせて、まあ、キーボードを作ってますからレイアウトもね非常に自然ですし、それからキーストロークですね、これも短い、まあ、浅いんですけども割とカチカチカチと、まあ、入力できるような感じになっていると思います。そしてトラックパッドですね、こちらも非常によくできると思います。で Mac を利用されている方はねこれめちゃくちゃ便利ということは分かっていると思うんですけど、まあ、MacBook についてくるトラックパッドとは材質もちょっと違うようですし、あと大きさもまあ違うんですけど、まあ、とはいえですね非常に使いやすくなってます。あの滑りもね非常にいい感じですね。なんですけども、まあ、マジックキーボードと、iPad Pro の両方での重量はかなりありますので、持ち運ぼうとすると結構な重さを感じるんじゃないかなと思います。ということで見てきました新型 iPad Pro、 5G 対応にもなり Mac と同じ頭脳の M1 シリコンチップ搭載、 12.9 インチですとリキッドレティナ XDR ディスプレイという超絶綺麗な、ね、ディスプレイを搭載したすごいタブレットになってます。まあ、というかタブレットっていう枠でいいのかっていう説もありますけどもね。先日発表されました iPadOS15、まあ、こちらは今年の秋リリース予定ですけれども、こちらでもねかなり便利な機能が追加されているようです。で次の期待としてはこの素晴らしいハードウェアを使いこなせるソフトウェア、アプリケーションの登場を期待したいところですよね。で CPU が Mac と同じになったことで Mac 上で動く複雑なソフトが
iPad 上で簡単な操作で動くようになると面白いことがね起きそうですよね。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。